敗あずせな許せない、許せない。あのね、先言っとく、ドラグノフが若干マイナス調整ほぼ据え置きに対して、アズセナはこれね、俺友達だと思ってたのよ、アズセナの、アズセナ使いはこれ抜け駆けですよ。アズセナこれもね、なんか予告されてましたよね、アズセナって。アズセナはバージョン 1.04 の調整に引き続き、キャラクターの個性を生かしたプレイスタイルで戦いやすくするため、セムケとリベルタドールに関する技を中心に調整を行った。え、これからセムケに移行するんだ。左や 3LPRK 後ろで攻撃発生の早い中段技からセムケ状態に移行したり、 2RKLP 前で下段攻撃からリベルタドールに移行できる。そうなんですか。また、空中コンボの魅力や安定度がやや不足していたことから、 2RPLK や相手に背を向けて LK といったコンボの中継点となる技の強化、これコンボの中継点にできるってことなんだね。ダメージ23単発だから、こういう拾いが一部できるようになる、こういうことになる可能性があるってことか。はい、次 LPLP、 空中の相手にヒットしているのにもかかわらず移行してしまうことがあったんだ。2発目にディレイをかけるようになった。フェンの LPLP だ。2発目カウンターヒット時の相手の挙動を変更し追撃可能にした。これ、なるほど。どういう追撃なんでしょう。フルコンボに行くっていう時ってフルコンボに行くって書くっけ。でもしくはアズセナの場合は、まあこういう追撃が可能になるかっていうとこですね。まあ LPLP は現状結構使いづらくて、確定反撃で使うしかないんですけど、こっちが選ばれやすかったので結構使いやすくしたってことでしょうね。使い方を他の RPLP や LPRP と差別化したって感じのいい調整だと思います。次 RKLP、ダメージを11から14、2発目を今11なんですけど、これを14にしたのか。一応これ連続ヒットだけど、一応12各班最大になるのか。今ワンツーだったけど、だしコンボでも使えるようになるかもしれないとこかな。で両パンが、性能調整、これは弱体化ですね。ダメージが20から17、今20なんですけど、これエフェクトは据え置きかもしれんけど、据え置きかもしれんけど、ダメージは17に下がると。一部の技に対して空振りする現象を緩和した。そして6両パン、ゲーム全体における上段パワークラッシュの性能抑制の一環っていうことは、これさっきのアリサでもあったことですね。上段パワークラッシュはゲーム全体だから、今後見ていくキャラクターにも調整が入ってるってことですね。多分ガード時の相手との距離を近くして、まあ相手はそのマイナス、相手は有利フレームを生かして切り返しやすくなってるのかな。今ちょっとこう離れますもんね、これ、こんな感じで離れすぎだろってぐらい、こんならもう一回打たれちゃうもんね、よくないよ。こういう感じで、これはすごくよくないですね。こういうのを距離近くしたのは素晴らしいですね。でマイナス8からマイナス9にした。で横移動に対する追尾性能も下げて、ヒット判定を縮小したということです。しゃがんだ状態からでもリベルタドールやセムケに行けるようになった。今これが出ちゃうんですか。なるほど、これはメインキャラにしてる人たちからしたら結構面白い調整なのかもね。しゃがみ状態から各種構えに行きやすくなってる。そして次、技追加、さっきの話ですね。これから背向けに行けるのはすごくでかい調整だと思います。こいつだってさ、リベルタドールより背向けの方が強いまであるでしょ、奈落あるから。でも背向けも同じぐらい強いよね。左アッパーハイから背向けに行けるのはちょっと良さそうですね。まあ、相変わらず2発目はこれはしゃがめない連中上だけど、しゃがめない連続ガードの技なので、これは面白そうですね。そう、その通り。小さいスカ角から入れてから、背向けにそのまま行って、背向けの、まあ、例えばこれとかで攻めれちゃうってことですね。これが、主に空中コンボを使用する際の安定感の向上。なんかこれ、スカることあったもんね。
一発目の発声をまず1フレ早くしてる。これが今18発声だけど17発声にする。で攻撃のヒット判定をもう強くして、空中コンボにすごく用いやすくして、押し合い判定も調整して、この2発目の攻撃ヒット判定、これ入るか。でもこれね、キャラによっては確かね、最速で打つとスカッちゃうんだよ。あ、こんな感じで。これも上方向に拡大してるので、多分こういうことがなくなるんじゃないですかね。はい、次。技追加。さっきのこれですね。これからもリベルタドールに行けるようになった。でも、芸談冗談じゃんと思うじゃないですか。この技ね、ゲッチューにすごい強い技があるんで、このゲージをしゃがめないんですよね。これがあるから。これ、すごい強い技なんですよ。確反なしで中段でフルコンボ。カウンターでね。ここの部分は変わってないので、まあ、これを縦にして、リベルタドールに結構行きやすくなってるんだね。いいじゃないですか。メインキャラの人たちが喜びそうですね。あ、これすごいいい調整が入ってる。これの硬直が3フレ減って、え、これ今こんなに軽いんだ。こんなに軽いのに3フレ減るの。じゃあこっから、こういうの本当にすごく直感って一瞬で出せちゃいますね。こういうの。3フレ減るってすごいですよ、これ。結構。もう本当にちょっと相手を固めた時とかに、もうこういうのがすぐいけちゃう、攻めちゃうって感じかな。66両系。ヒット時の相手の挙動を変更し、ダウン状態の相手に追撃可能にした。へぇ、ちょっとわかんないな。全然使ったことないから。背を向けて、これが、ガード時削りダメージを追加した。へぇ、2発目にですね。2発目に削りダメージを追加した。2発目のダメージが23なんで、約8ぐらい削るのかな？そんな削んないか。え？いや、そうじゃない。8ぐらい削るのか、これ。で、相手に背向けてるけ、これが、え？これが何？空中切りもみやられ強なの。これすごいですね。これって、まあ、ちょっと、俺がコンボレシピを今思いつかないんだけど、これが空中コンボに入ると下段なのに空中切りもみになるんだ。ちょっとやだな、見た目的には。でもいいんじゃない。まあ、切りもみしてもおかしくない回転力してるよ。しかもこれダメージ高いからな、23。へえ、これアズセナ面白いんじゃないの。次、まだまだあるよ。リベルタドール中に RP、 ヒット時の相手の挙動を変更し壁やられ、あ、これ壁強になるんだ。5から14に変わるってでかいな。これ壁強になるんだ。これ壁強か。どっちだろう、ダウンを奪うのか、もしくは地上くるくるやられになるのか、ちょっと分かんないですけど、とりあえず壁やられを誘発できるようになった。しかもダメージが21になるってことはエフェクトもつきますね。強いな、これ。これ強いですよね。これはいいですね。で、リベルタドール中に次は LKLP が、え？攻撃ヒット判定を上方向に拡大し、一部の状況で空振りする現象を緩和し、攻撃ヒット判定を、これが上方向に拡大したってどういうこと？ん？ 2 発目か。2発目が上方向に拡大して、一部の状況で空振りする現象を緩和したと。で、次が、リベルタ中にこうこうこうが、リベルタ中の攻撃が出せるタイミングを13フレ早めました。リベルタ中、あ、違う違う、その1個上か。これの1発目を硬直を3フレ減らして、2発目を1フレ減らした。で最後がリベルタ、あ、これは挙動修正ですね。というわけでこれすごいんじゃないですか、アデセナ。よかったですね。なんかかなりね、ヘイトが集まってて、ああだこうだ言われてたけど、ちゃんとメインキャラの人たちも納得できるような調整がされてるんじゃないでしょうか、これは。これ、抜け駆けですよ。こいつ楽しそうになりやがって、マジで。すげえ羨ましい。なんかさ、このゲーム、ディレイかけられるようにしてんの？なるほどね、なるほど。
え、なんなのこのディレイで幅持たせますよみたいな感じ、やだなー。で、前に、どんぐらい横弱くなったんだろう。これすげえ大事で、今まで横歩きに追ってたじゃん。だから横歩きに追わなくなったらマジででかいんだけど。あ、あとまあ遅くなってんなこれ。まあそうだよな。オッケー。まあ歩きには当たるって感じか。あ、まあ完全歩きには当たるけど、これで当たんないんだったらでかいな。待って、横移動は、あ、なるほどなるほど。まあまあまあ、多少弱くなってると思うな。弱くなってると思う。立ち途中で、マイリオー K でリベルタドールに行ける。え、待って。マジ？こいつちょっと待って。トリッキーすぎんか？一応だってこの後の読み合いってこれがあるのよ。これすげえ簡単な読み合いで、この後の読み合いって見てて、これが割れない連携なので、もう一回っていう読み合いがあるのよ。これは結構一個結論があって、バックダッシュしてさばき入れるとこういけんのよ、18だから。そう、こうなるの。これ実はみんな知らないと思うけど、こういう風なことができて、はい、できるんです。ただそこにこれ熱いよ、ほら、これマジで熱いんだ。実はみんなすごいことなんだよ、これって。え？あ、じゃあ、なるほど。こっちもいけるし、出し切れは変わらずで、背向けもいける。背向け行ってから、なるほど、今日2択を増やしたわけだ。2択でいける回数めっちゃ増やしましたよって感じか。すげえやだな、すげえやだなこれ。え、これやだな。でも確かにこれ、ぶっちゃけると本来の姿なんだよね、多分アズセナのこれが。一番初めにこのバージョンのアズセナだったらよかったな今思えば。え、ちょっと待って、66、なるほど。なるほど、やだな、やだ。あ、え、マジ、なにこんな技あったの。え、初めて見た。なんか、え、待って、これが、あ、壁強になったってもともとじゃなかったっけ。え、あれ、なんか何も変わってないか。
多分だけどめっちゃおもろいはず。てかマジで構えからの読み合いをかなり強くしてるな、これかなり強くしてると思う本当に。例えばだけどこれ当てました、プライオンです。まあ割れない電球が基本こういうのあるんだけど、こう今回は要はいけるってことでしょ。こういうとこからスラッシュ行ったりとかもできるし、こう行ってこう行ってこう行ってヒート、え、これ待って、普通にやだ、普通にやだわ。キャラとしてきつい、対応がちょっと難しいんじゃねえかな。まあなんて言うんだろう、一個前のあのヤバかった頃のバージョンのアズセナの不快感はもしかするとないかもないと思うんだけど、シンプルに対策がマジで難しくて、そう、わからん殺しキャラになってるよね。だからどう対応しようかなって感じだ。これちょっと難しいな。へえ、いいな。え、いいな、いいな、アズセナ抜け駆けしやがったな、アズセナ。